皆さんこんにちは、エリリンビームということで、美容医療って定期的に受けなくちゃいけないっていうのは聞くんだけれども、定期的に受けるって値段がその度にかかるから、もっとコスパがいい治療はないんですか、という質問を聞きます。じゃあ何回も受けるんじゃなくって、持続期間が長い治療だったらコスパがいいんではないか、ということで、1回治療すれば持続期間の長い治療というのを皆さんに教えていきたいと思います。1回あたりの値段がちょっと高くても、1ヶ月に1回受けるんじゃなくって半年に1回でいいんだったら、トータルでは安くなるというような考え方もあると思うので、持続期間の長い美容医療ということも今回は勉強してください。持続時間が長い施術、1つ目、ボトックス。2つ目、ボトックス注射。ボトックス注射はもう絶対やった方がいい。ノーボトックスノーライフって何度も言ってますけれども、ただボトックスの注射というのは持続期間というのはそれなりに長いです。ボトックス注射というのは打つことによってで、アセチルコリンというものが分泌される神経終末からアセチルコリンという分泌がされなくなる。これによってアセチルコリンが分泌されると筋肉が収縮するので、アセチルコリンが分泌されなければ筋肉が収縮しないからシワができないよとか、筋肉が収縮しなければ筋肉はどん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 痩せ細るから、エラとかが張ってる人が筋肉が薄くなってフェイスラインがすっきりするよというような効果があったり、あとは神経終末からアセチルコリンが出ている神経の影響を受けているものとしては汗腺、汗を出す腺があります。だからボトックスを打つと汗が少なくなるよということで、一番皆さんがやられるのは脇汗を抑えたいという方が脇に注射をすることが多いんですけれども、それ以外にも例えば顔の汗が多いとか手の汗が多いという人が汗を抑えたいという目的でも打ったりするというのがボトックス注射です。やっぱりですね、ボトックス注射っていうのは加齢によって避けられないシワというのを防ごうと思ったら、どんなスキンケアよりももう次元が違うレベルで効果があるので、やったことはない方はぜひ1回ぐらいやってみてもいいんじゃないのかなと私は本気で思うんですけれども、このボトックスの持続期間というのはだいたい6ヶ月経つと切れます。どれぐらい効いてるかのイメージなんですけれども、まずボトックスの注射を打ちます。当日は何も変化がありません。 2,3 日経つと徐々に効いてきます。例えば筋肉が動く部分でシワができているんだったら、だんだん筋肉が動かなくなってきます。そしてこの動かなくなるということ、ボトックスの効果が最大限に高まるのはだいたい2週間後ぐらいだと思ってください。そしてそこから1ヶ月2ヶ月ぐらいまでは最大限ボトックスが効いている状態が持続します。そして2ヶ月ぐらい経ってくると、ここから徐々に効果が薄れてきます。3ヶ月ぐらい経つと、あれちょっと動き始めたかなというぐらいになってきます。美容意識が非常に高い方はこの3ヶ月の時点で追加の注射を打ったりするんですけれども、これもうちょっと待っていくと、だんだん3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月というふうにどんどん効果が弱まってきて、6ヶ月ぐらいすると基本的には元通り、全くボトックスが効いてない状態になります。ですから美容意識がすごい高い方だったら3ヶ月ぐらいだったら完璧に効いてますよ。ボトックスがもう全然効かなくなるまで1回待つんだったらば6ヶ月ということで、ボトックスの持続期間はだいたい、まあ人によって美容意識によって3ヶ月から6ヶ月ぐらいというふうに考えられると思います。なので私自身はですね、絶対シワを作りたくない、80歳でデヴィ夫人超えを目指しているので3ヶ月に1回ぐらい注射をしているんですけれども、まあちょっとお値段安めにしたいなという方は半年に1回、もしくは切れちゃったとしても1年に1回でも打っておくと、一時的にシワができない期間っていうのがあるので、お肌のシワが深くなるペースは遅くなると思います。ということで、やっててよかった美容医療1位のボトックス、もう大絶賛おすすめ中、5年ぐらいやってますので、皆さんよかったら試してください。そして持続期間を長持ちさせるためにはということなんですけれども、これ難しいんですけれども、ボトックスというのは熱によって
活してしまうんですよね。だから注射した当日はあまり、例えばレーザー治療をするとかサウナとかで体を熱くするとか体温を高くすることというのはできるだけ避けた方がいいんじゃないのかなと思います。そして注入箇所に関してなんですけれども、マッサージしちゃったりするとそれが思いのほか違うところに広がっちゃったりして、本当は止めたくないところにボトックスが効いたりしてしまうので、皆さんそこはいじらないようにしていただくといいんじゃないのかなと思います。ちなみにザワンでのボトックスの値段はおいくらかというと、ザワンはここの部分だったらおいくらという売り方じゃなくて量で売っています。12単位というボトックスの量で売ってるんですけど、それはほぼほぼ平均的な方の1部位の量なんですけれども、この一番最小単位の12単位というのが有名なアラガン社のボトックスだった場合は1万8000円になります。そして韓国産の少し値段が安いボツラックスというものも使っているんですけれども、こちらは8900円になります。当たってる？ということで、どちらも効果があるんですけれども、皆さんの好みに合わせて使っていただけるように設定しています。あとはですね、やはりボトックスっていうのは繰り返し定期的に打っていただくという方がいいので、50単位、100単位、1000単位までまとめ買いというのもご用意しています。なのでずっと打ってくよという方は一部位でお支払いいただくよりも、もうまとめて 2,3 年分の1000単位というふうにお支払いいただいてしまった方が実は安くなったりもしますので、その辺はご興味がある方はクリニックにいらっしゃった時に料金を聞いてみてください。持続期間が長い施術その2、糸リフトになります。糸リフトというのはたるみの治療、もしくは肌のピシッとした感じですよね、タイトニングをしたいという方がされる治療になるんですけれども、糸リフトというのは今の時代は溶ける糸を使っているので永遠に持つものではありません。ただ別に毎週やらなくちゃいけない、毎日やらなくちゃいけないような治療でもないんですよね。糸リフトの中でまずなるべく引き上げるとか、こういうフェイスラインとか顔のもたつきを取っていくようなタイプの糸というのは割と太い糸を使います。そこにトゲのようなものがついていて、それが糸を入れると引っかかってグッと引っ張るとここはちょっとこう持ち上がりますよというようなものが、我々が糸リフトと言っているようなものなんですけれども、これはですね、糸自体が溶ける期間というのは1年から2年ぐらいというふうに言われています。ただしじゃあ1年経ったらある日突然バツンと戻るのかというと、そういうわけではなくてですね、糸というのはだんだん溶けていくのでだんだん弱くなっていくというような感じになります。なので敏感な人だと半年ぐらい経ってくると、おや、なんかちょっとなんかフェイスラインとかいけてないんじゃないのかなとかっていう風に気づくんではないのかなと思います。この糸リフトっていうのも繰り返す必要はあるんですけれども、何回も何回も入れていくと肌の中にですね、土台のようなものができてきて、やはりたるみにくくなってくるっていうのは私の顔で実感はしていたりします。それは何でかっていうと、糸を入れると、そこの傷の周りに傷跡の組織ができます。それはコラーゲンの一種なんですけれども、それは硬い組織なので、ある意味肌の中の土台のようなものになってくるというのがあります。なのでですね、私の顔って多分10年以上にわたり1000本くらい糸入れられてるんじゃないのかなって思うんですね。なんでかっていうと、1回入れる時って太い糸もあれば細い糸もあるんですけど、それを数十本入れてるんですよ。それを10回どころじゃないと思うんですよね、糸入れた経験って。そうするとトータルすると1000本ぐらいは糸入ってるんじゃないのかなと思うんですけど、そんな私の顔っていうのは糸を入れようと思って針を刺した時にね、すごい音がします。マジックテープを剥がす時みたいなバリバリバリっていう音がするんですよね。そんな風になって大丈夫なんかいっていう風によく言われたりするんですけど、どうでしょう、私の顔まだ大丈夫なんで、皆さんも私が1000本入れて大丈夫なので1000本までは大丈夫なんじゃないって思っていただいたらいいと思います。
そしてもう一つ、これは引き上げるタイプの糸ではなくて、髪の毛よりも細いようなタイプのショートスレッドとかって呼ばれているものを肌の表面に入れるという入れ方があります。これはですね、別にこうグッと引き上げる効果は正直ありません。なぜならば針がすごく細いからなんですね。髪の毛よりも細いような糸です。じゃあ何のために入れるのかというと、それを入れることによってまたその周りにコラーゲン組織ができてきて、肌の張り感というのが出てきます。ですから引き上げるのではなくて、なんかお肌の張りが欲しいなという方がそのショートスレッドを入れるというようなことがあります。リフトアップする糸っていうのはこう太い糸をグッとこういう感じに入れるんですけれども、ショートスレッドとかはそういう入れ方をしないで、例えばほっぺたのあたりに張りが欲しいなと思ったら、この辺に縦に入れて横に入れて格子状に入れるような面を作っていくような感じで入れていきます。なので入れる単位っていうのが何十本とかね、昔流行ってた時は200本とかそれぐらい入れるようなものでした。なのでリフトアップの糸と張りを出すタイプの糸は全然違うものなので、ショートスレッドでリフトアップできると思ってでクリニックに行ってしまうと羽ドブだったっていうよくある理論になるので、そこは今回皆さん勉強したということで間違えないようにしてください。この糸リフトの持続期間を長持ちさせるためには、グッて上げる糸を入れた場合はしばらく顔が突っ張ったりとか、表情を作った時になんか顔に引きつれみたいなのが出ることがあるんですけれども、それを下手にこう外しちゃうとですね、糸の引っかかりが取れてしまったりするんですよね。だから糸リフトっていうのはほとんどの場合しばらくすると馴染んできますので、最初の 1,2 週間ぐらいの引きつれ感とかっていうのはちょっと我慢していただいた方が持ちはいいんじゃないのかなと思います。そして糸って言っても種類がすごくあります。ザワンにあるだけで今何種類あるんだ、20種類弱ぐらいはあるんですよね。だからどれを使うのか、どこに使うのかっていうのを我々の中では患者さんにお勧めしているんですよね。だからどの糸リフトでも同じわけではないので、そこを理解していただいて、できれば糸の種類が多くて、そして様々な入れ方ができるよというようなクリニックを選ばれた方がいいかもしれないです。ちなみにザワンでの糸の価格なんですけれども、1本ごとの値段ですとか、まとめて全体でいくらとか、いろいろな値段があるんですけれども、このチャンネルを見ている方とかで1回も入れたことがないよという方におすすめなのが、初めての糸というプランがあります。これは今まで1回も糸入れたことないけど、なんとなく糸に興味があるなという方に N コグスパイラルという糸を4本入れて、そしてビタミンスレッドというビタミン C が練り込まれた糸を10本入れて、そして最後に形を整えるためにヒアルロン酸を 1cc 入れるか、韓国産のボトックスであるボツラックスを24単位入れる、これ2部位分なんですけど、ヒアルロン酸かボツラックスどちらかを選べますよというものを合わせたプランで98,800円というものがあります。なので初めての方にとっては、糸ってどういうものなのかなというのを軽く試せるもので、本格的にギュンギュン上げるものではないんですけれども、いきなり初めてやって顔がパンパンに腫れるとか、顔が痛いとか、なんか顔がこんなカマキリみたいになっちゃったってなると、最初の方には怖いかもしれないので、こんな感じですよという軽い体験をしてもらうためのプランがありますので、初めてやってみたいという方はそういうところからチャレンジされるといいと思います。もうね、ギャンギャン上げるモードの場合は、私のギャンギャン上げるモードっていうのがありますので、鬼糸リフトモード待ってます。ということで、持続期間が長い施術その3、聞いたよ、エンブレイス RF ですよ。もうこれね、言っていい、私この間ですね、キプロスまで行ってきたんですよ。どっちあげた、どこかわかる、キプロスって国、私も知らんかった。
そもそも国なんだっていうのを、すいません、キプロス国民の方すいません、初めて知った。で最初なんかね、英語だとサイプラスっていう風に言うから、どこかも分かんなくて、どこかも分からない国に行ってきたんですけど、それはエンブレイス RF を作っているインモード社という世界一の医療機器メーカーがあるんですけれども、ユーザーミーティングといって、インモード社の製品を多く使っているドクターが世界各国から招待されて、いろいろなインモード社の製品ですね、ここのプレゼンテーションを聞いたりとか交流をする場所があったんですけど、そこにね、なんと私無料でご招待いただきまして行ってまいりました。やっぱね、エンブレス RF はねいいよ、絶対来るから。みんなこれもう2年ぐらい言ってるけど、2024年絶対来るからね。なんでかっていうと、インモード社っていうのは世界で一番大きい会社だったんですけれども、なぜか今まで日本支社がなかったんですよ。ただこの7月にインモードジャパンというものができまして、なので世界一大きい医療機器メーカーが、もう黒船が乗り込んでくる感じで日本に会社作ったんで、多分もう2023年後半から2024年とかはもうガチでガンガン来ると思うので、皆さんもインモード社の製品っていうのを聞くことが増えてくると思うんですよね。でその中でやっぱりエンブレイス RF はもうむっちゃ熱い。もうね、やっぱね、顔のタイトニングにすごいいいのもあるし、体にね使うやつはボディタイトとかって言われてるんだけど、私絶対やろうと思ってるのは二の腕。例えばハッシーみたいに痩せてる人でも、年取るとこうやった時にこうたるんでくるじゃないですか。もうこれ私たちの業界で振り袖って言うんですけど、エンブレイス RF のボディ版のボディタイトをかけるとね、ピタッてすんのよ。だから脂肪はないけど皮膚がたるんじゃってる人がピタッとする。でしかも脂肪吸引と違って内出血とかがすごい軽いから、もう今大注目なエンブレイス RF なんですよ。私は2年前から一人で大注目で、日本まだついてこないけど、来年は多分インモード社本気で頑張るからついてくるんじゃないのかなと思っています。たるみの治療に関して言えば、切らない治療としてはもう絶対最高峰のものだと思うんですよね。このエンブレイス RF っていうのは高周波の熱を加えていくんですけれども、これで中側が、まあ、設定温度を変えられるんですけど、今インモード社が推奨しているのは中側の温度を70度まで上げていきます。ハイフっていうのは点点点点点点ってこう超音波で70度まで上げていったりできるんだけど、エンブレイスの場合は直接肌の中に針を刺して、針から連続波で70度の熱がブワーって出るから、点じゃなくて全部が面で70度に熱されるんですって。そうすると理論上70度に熱されると1秒で熱収縮が起こるのよ。1秒で収縮する、そのパーセンテージがすごくて 40% 縮むのよ。すごい、だからギャンってくるわけですよ。だからダウンタイムは長いんですけど、すごい効果も高いし、そして持続時間も長いです。やっと最近2年経ってすごいたるみにこだわりがあるから、もう一回やりたいですっていう人が1人目やっと出たぐらいで、もう皆さん半年以上経ったら結構満足されてる方が、ニコニコされてる方がね多いんだけど、皆さん必ず聞かれるのは、この状態を悪化させたくないからもう一回やるのはいつがいいですかっていう聞き方をするのよ。たるみが再発してきたからもう一回やりたいじゃなくて、これを維持したいです、これを絶対たるませたくないんでみたいな感じで、なんかすごい前のめりになるぐらい効果を実感されるので、エンブレイス RF はもう私一人だけすごい熱いけどですね、いやいいから、私はこれもう一回来年ねやろうと思ってる。持続時間も長いし、切らないので顔にね傷ができないっていうのは、私それはすごいメリットだと思っているので、興味がある方調べてください。値段はまあ、部位によって変わる、あとは糸をね一緒に入れたりとか脂肪吸引を一緒に入れたりっていうこともあるので、その辺は料金表を見てください。ちょっとお値段高めかもしれないんだけど、変わるからということです。本日は持続期間が長いということで、結果的に日割りにするとコスパがいいよという施術3つをお伝えしました。参考になれば幸いです。さよなら。